知発祥のお祭り、よさこい祭り、今年で65回目を迎えます。本家高知のナンバーワンチームホニア、ホニアのよさこいを通じての活動は幅広く、高知でのよさこい祭りのほか、国内外問わず活動しています。その一つである2010年公開の映画「君が踊る夏」では、ホニアでの実話をもとに映画化され、ホニアは楽曲、衣装、振り付け、そしてよさこい監修を受け持ちました。そのような活動を通し、本家高知のよさこいの認知度アップに貢献しています。本日は特別に映画化の元となった2010年の演舞「夢見てソーラー」を踊ってくださいます。東京ドームふるさと祭りだけでの特別演舞、ホニアが他では踊ることのない演舞になります。夢見てソーラー、ご覧ください。You're my sunshine.
8月9日から12日に高知市で開催されます。よさこい祭りの参加のルールは大きく3つだけ。鳴子を持って踊ること、楽曲の中によさこい節を入れること、前に前進して踊ること、この3つを取り入れれば誰でも参加できるお祭りです。現在高知のよさこいは北海道など全国200の地域に広がり、海外でもよさこいを取り入れたイベントや団体が増え続けています。ホニアンはよさこいが100年先まで続きますようにと願いを込めて、各地でのお祭りや世界への発信を続けています。本日はそのよさこい祭りのルーツとなった成長よさこいをお楽しみください。自由の地、土佐で生まれ、土佐の人と風土に育まれました。よさこい祭りの文化を担ってきた地方発信のオリジナルブランドです。よさこいチーム本屋は踊る人も見る人も楽しめるよさこいを作りたいと1991年に結成され、今年で結成29年目になります。ホニアよさこいは日本のお祭りとしてもう一度よさこい祭りを再現にしたいという思いでスタートいたしました。その姿勢は徐々に共感を呼び、積極的に活動することで現在のよさこいのベースを作り、県内海外へとファンを増やしています。ホニアはよさこいの本場高知で最高位であるよさこい大賞を過去最多9回受賞し、原宿表参道で行われているよさこい祭り原宿スーパーよさこい元気祭りでも最高位の元気祭り大賞を最多7回受賞しました。その活動は幅広く世界各国で高知の文化である
よさこい祭りの魅力を発信しています。それでは本場高知と原宿スーパーよさこいで最高位2冠を達成したオリジナル演舞昭和ランデブーをご覧ください。I'm sorry.
今一度大きな拍手をお送りください。皆様には引き続きふるさと祭り東京2019よさこい総踊りをご覧いただきます。本日は6チーム総勢200名で演舞を披露します。高知よさこい祭りは毎年8月9日の前夜祭を皮切りに、10日11日はよさこい祭りの本番、12日には高野祭とよさこい全国大会が開かれます。高知よさこい祭りは土佐の夏の風物詩として、毎年全国から多くのよさこいファンが集まる南国土佐の真夏のフェスティバルです。2013年に開催された高知よさこい祭り前夜祭にて、60回目を機にみんなでよさこい総踊りプロジェクトが発足しました。各チームで取り組んでいたよさこいのスタイルを一新し、チーム間の垣根を越えて一つの曲をみんなで踊る、そしてよさこいの良さをさらに広め、多くの方々に愛される祭りにしたい、そんな思いが込められた有志によるプロジェクトです。そしてこのプロジェクトメンバーの熱い思いに応え、青春時代を高知で過ごしたことのあるグリーンのリーダーヒデさんはじめ、高知にゆかりのある方々の協力のもと楽曲ができました。曲はグリーンでこの地へ、歌詞の中にも多く出てくるこの地という言葉は、ふるさとを思う高知の人たちの思いが積み重ねられています。土佐の命へ来てみるんや。それではみんなでよさこい総踊りをご覧ください。この地に流れゆく心地よい潮の風、あの日と同じように響けこの声よ、あの歌よ、通り過ぎていく人たちが、
Thank you.